はいどうも、エテポンゲです。武器集め始めていきます。今日は、前回も言った通りボス、4つのね試練のボス全部回収しに行こうと思います。はい、こいつからね、まあ本体がメインだけどね。殺しちゃった殺しちゃった。行きます。よし、こいつトゥルソスからね。まず触手も欲しいんだけどな。触手欲しいな。くらえ。あ、いい感じに削れた。んじゃあ近づいてもらって、ちょっとやめて、近づいてきてよ。あー、囲まれた。どうする。 DDDなんか触手はもしかしたら無理なのかもしれん。ってことでもう本体狙いでいきます。触手はもうとっとと蹴散らそう。囲まれたらやばいから半分以上削れば大丈夫なはずなんだけど。でいっ、おし、もうちょっと、もうワンパン入れとこうか。ほれ、よし、これで、ちょっと待てー、いける。なんで、ちょっと待って、なんで、なんで、ちょっと、まあまあ、一回復活できるとして、あ、必殺奥義。ぐるぐる回転切り、いや、ミラクルの方がいいな。回復しよう。とりあえずこれでいけるんちゃうかい。頼む。なんで無理なん。もう殺しちゃうよ。あ、やばい。まあ復活するけど、一歩下に下がる。あ、そうか、敵のターンでってことか。なんか無駄に殺された気がするわ今。あれ、仲間できないんだけど、なんで。ああ、なるほどね。結構あれなんだ、ランダムなんか。だからモンスターボール投げてさ、モンスターボール投げてふらつくみたいな、そういうことか。じゃあ一回外出てもう一回行ってみよう。もう一回氷、やばいか、やばいな。よし、よし、まあ倒したというか捕獲したというか。はい、出まーす。きたー、絶対強いでしょこんなん。でさ、思ったんだけど、これってさ武器にできないの？できちゃうんだできちゃうんだ。よし、こいつで試すか。うれ、トゥルソス。意志を持った謎の塊、触手を操って戦うが、本体は特に何もしない触手の方が強いんじゃね。
触手の方が強い説あるな、これ。回収。これ売買につく、人身売買します。で、触手をさ、もう一回、まあ、ここの入り口に多分現れてくれると思うから、もう一回触手だけ出して捕まえよう。本体捕まえちゃったから、復活してない説がある。まあ、ちなみによ、ここで入ったらどうなる？ちなみにな。もう触手出ないんだったら諦めるし。いたわ。いたいた。よし、タイマーや。エクスカリバー。急所出ないで。あぶね、あー、バカタレー。もう一回、おっしゃ、魔触手。とりあえずこれいらないものはしまって、うんちはメッキするから、ダーガも使ってないからしまおう。ここら辺、これは使ってみたいもんな。使ってみたい。モーニングスターとかそういえば、これどうなの？これ強いの？これ。強いんか？これ。まあ、ぼちぼち強いな。ぼちぼち、ゴミ武器だと思ったけど、ぼちぼち強いな、これ。悪くない。クラッシュハンマー。よし、じゃあ、もう、別の試練のところのやつも、回収しに行きましょう、ボス。さあ、着きました。二つ目の、鋼鉄の洞窟のボス。捕獲します。まずは家で、しばいて、まあここのボスは単体だったから見えんけどね、うん、エリムサルエ見えんけどね、単体だったからね、簡単に捕まえられると思う。一発、二発、近づいてきたら武器を変えて食らえ！はい！66いって。よし、半分削った。で、ここで、まあ、一回回復して。で、捕獲！え？もう一回、ポン！いける、もう一回、ポンポン！回復して捕獲、ポン、もう一発入れる、弱らして捕獲、ポン、あ絶対的に強いだろこいつ。ドラゴンだぜ。絶対強えよ。よし、脱出。振りまーす。炎が出ると見た。炎が出ると信じた。フレイ！うざ。ちょっとどこまでの、もう射程距離どんだけあんだよお前！壁は貫通するわ。フレイ！強すぎる。爪の3回攻撃は強すぎる。そして何よりこのグラフィックというかモーションがかっこよすぎる。これは統合、研いでメッキしよう。あ、研ぐんじゃなくて鍛える。最強のドラゴンを作る。
最強のドラゴン作ってみた。あーけどもう無理っぽいな。とりあえず2回やって、もう12だもんな。今何個ある？18。もう1回いけるな。はい、これでレベル3にして、まあメッキはかけるよね、もちろん。4か、レベル4でメッキかけて、よし、とりあえずね、よし。じゃあ次のとこ行きます。弱者の洞窟の、ボス戦、ボスのままで来ました。ここのボスどんなんだったっけ。あ、見えん見えん。あー、鳥鳥鳥鳥だっけ。あー、ちょっと近づいてきて。遠距離攻撃うざす。よし、来た。はい、1、2。あ、そうか、切り捨てごめんとか普通に使えばよかったな。3、攻撃力アップ。近づいてきたら、そうだな、エクスカリバーでいこう。ちょ、ここのねマップね、ミミズみたいなやつがねメッキ剥がしてきよってね、めちゃくちゃ迷惑な敵がおるわけで。捕獲、あ、間違えた間違えた。捕獲ポン。もうちょっとけ、105いた。もう一発、118。耐える、一発耐える、一発耐える。そうか、攻撃強化使ってきてんのか。ちょっと怖いんで一個使って。93耐える。 D21 耐える。ドン。耐える。無理、耐えれない。ミラクル切りするか。無理。捕獲全強化、行動回数上昇。死なないで。あ、やばい。あ、出れた出れた、ありがてえ。これで、うーん、まあ回復して大丈夫だよね。いけるよな。頼む、無理。じゃ2回行動やばいって。やばい、捕まえられない。はい、よっしゃよっしゃ、ビジャヤ、よーしよーし。こいつはなかなか強えわ。その行動回数アップさせてさ、2回行動してくんの、マジ反則、マジ反則、ガチ金時反則だわ。はい、3つ目確保。ほい、ええー、なー、めっちゃいいじゃん。ちょ、一回待ち帰ります。一回帰ってこれメッキしまーす。ちょ待って、攻撃力防御アップついてる、これはいい。メッキ、すぐメッキ。はい、よーし。で、ね、こいつら何棒で売れるかちょっと確認したい。いやー、鳥が17000、ドラゴンが一番高いな。で、スライムじゃない、トゥルソス、スライムか、これトゥルソス22000。オッケー。ちょっと待って、モーニングスター12000円で売れるんだけど、これ8000円で買ったんだけど8000円で買ったんだけど、めっちゃ高く売れるじゃん。よし、あと1匹だね。よし、あと1匹捕獲しに行きます。約束。霊魂の洞窟のボスのままで来ました。ここのボスは
確か、厄介だった。このフィールドちょっと厄介だよね。炎をつけとかないと、武器にね炎を宿さないと攻撃与えられないから。ダインスレイプ。絶対強え。一発。そうなんだよ、消してくるんだよね。まあそうなるとやっぱり遠距離攻撃できるやつがいいから、やめてー。射線軸に入ったらスルーされる。回復しといて、でつけて振り返って放つ。あれ雷効かない？よし、はい、よしよしよし、60いける。半分よりももっともっとギリギリまで削っとこう。ああ危ねえ、急所7割8、あぶねえ、7、8割は削っとこう。ここら辺でいいか。よし、オッケー。一発合格ゲット。回復してゲットだぜ。煙消えてるけど大丈夫だよね。ゲット、おーっしゃー、ありがとう。ダインスレイプ、ダインスレイフ、レイフ、はい、確保、霊気ダインスレイフを倒した。うん、はい、もう用はないぜ。武器庫だよね。とりあえずしまうしまうしまう。意外とねこの魔導士の杖とかいいんだよね。炎だけが出る、これだとランダムだから。これは炎専門だからね。まあ一直線に走っていくだけなんだけど、ここら辺ちょっとしまっとこう。ダインスレイプを取り出す、そして装備する。さあ試し切りさせてくれたまえ、させてくれたまえよ君。あ、いきますか。切り捨てごめん。闇魔法極み、あ、さっきのやつか。え、じゃあ振ったら出んじゃない。いいね、ええやないか。ちょっと斜線軸に入ってくんないかな。あい、もう強い、これ強い、これ強い。金が、今8万か。コンビニ行ったらね10万の武器があるから、それもうちょっと貯めて買おう。オッケー、はい。ではとりあえずねボス4種、ゲットしました。エリムサルエ、ダインスレイフ、テュルソス、ビジャヤ、そしてウンチ。はい、まあまあどれも、まあこれはちょっといらないかな。これはいらない。これは結構使えると思う。全強化の魔法。うん。まあ行動回数がついてたら嬉しかったけど、全強化だった。攻撃と防御上がるやつね。で、闇魔法極み一直線に打てるダインスレイフと、3回攻撃のね、モーションのかっこいい、エリムサルエ。まあまあ、入れておこう。この、手持ちに入れとこう。手持ちポケモンに入れとくわ、こいつらは。てなわけでね、今回は、これで終わります。次回はその最終試練に、挑もうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。